We came across the most fashionable people in Tokyo and I'm asking them, what are you wearing? Like and subscribe and follow my Instagram at JesseOGN. And let's go see what people are wearing.はい、まあ、文化服装に通っているモリモリと申します。22歳です。同じく文化服装学院に通っているエミリーで19歳です。今日のファッションめちゃくちゃ個性的ですけど、はい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 、上から下までちょっと紹介してもらってもいいですか。わかりました。この帽子が一応コムデギャルソンで、はい、これが今ちょっと自分で制作しているクマのネックレスなんですけど、あとパンツもちょっと剥がしてここにピンクをちょっと入れて、であとはこの中、はい、この手のマフラーと手ですよね。そうですね。握手できますか。握手できますね。お願いします。ありがとうございますそうです。ありがとうございます。このワンピースがルルムーっていうブランドのワンピース で、はいはいはい、で靴もギャルソンのこれなんかあのシューズカバーって言ってあの、はい、靴を守るやつなんですけど、たまたまなんかウサギかなんかよくわからないんですけど、ちょっとこれとリンクしてていいなと思って、はい、で片方だけつけてきました。なんで片方だけなんですか。こっちの方が可愛いかなと思って。そうですね。そうね。え、ジュエリーの方は。ジュエリーは、はい、まあ、一応お花ですごい統一してて、はいはい、え、バッグは。バッグはなんかシモネロシャっていうブランドのやつですね、はい、リボンが特徴の、トップスがシャーリー東京のメロフリルの赤と黒のトップスで、はい、ワンピースがリトマスさんのセレクトアイテム、はい、このパールのハーネスも同じくリトマスさんのもので、結構パールが好きなので、はい、これとこっちのトゲトゲの方を自分で作って。自分で作ったんですか、はい、バッグがエロイーズってところの生地感がブルーシートと同じような感じで、はいはい、でもすごいフリルついてて可愛くて気に入ってます。つけてるもので一番高級なアイテムってどれですか。僕の中ですとこのやっぱギャルソンの帽子ですかね。いくらぐらいしましたか。まあ、一応買った値段は3万円ぐらい、ずっと前から欲しかったんで、もう5万でも何円でも欲しいぐらいでしたけど、はい、自分の中では3万安いなって感じですかね。普通に歩いてて、はい、結構目立つじゃないですか。目立ちますね。結構なんか海外の方から声かけられたり、ね、一緒に写真撮ったりしてますね、はいはい、これ誰かと。一番高級なアイテムってどうですか。このパールのハーネスでだいたい3万ちょいぐらい、多分これ一個一個手作りなのかな。なんか不定期でオーダーが入るので、はいはい、それでもう絶対欲しいと思ってゲットしました。ファッションのポイントですか、はい、もう全力で遊んだだけですね。もう全力で遊ぶ、特に何も考えずにもう遊んだだけ、はい。ファッションの興味を持ったきっかけって何ですかね。素敵な服着るとマイナスな気分が薄くなっていくような、自分強くなってるような気分になれて、こういう風に今に至ります。はい、天音斉藤です。今日のファッション上から下までちょっと紹介してもらっていいですか。上から下まで、はい、まずこのパーカーが今私の持ってる上の中で一番好きなやつで、はい、基本的に自分の好きなものをなんかこうやって身につけることがすごい好きなので、はいはい、今一番自分の中で好きなお菓子がこの堅揚げポテトなので。髪の毛も結構カラフルですね。そうなんです。髪虹色なんです、はいはい、すごい寒いと思ったからスキーウェア着てきたんですけども、すごい暑くて、でもすごいちょピンクだから結構気に入ってるんですよ。あ、そうですね。あ、次にこれ、はい、これがなんか100均で、はい、なんか売ってたお寿司のストラップシリーズ、はい、そう、あれを勝手にイヤリングに改造しただけなんですけど、これにしました。考えてるんですね。そう、意外と。今日は原宿なので、その竹下通りのパーツ屋さんで買ったキャンディーアゴーのやつのネイル、はい、消しゴムだったり、消しゴム、そう、あとこれも今勝手に指輪にしてるんですけど、はい、多分ヘアゴムとかとして多分売られたと思うんですよね。スキーブーツですか。あ、そうなんです、はい、これは新宿のプレガっていうめっちゃ蛍光色オンパレードのお店があるんですね、はい、で見つけたんです。バッグの方もいいですか。あ、これリサフランクって言って、これ私もうめちゃめちゃ好きで、はい、もともとここで持つカバンだったんですけど、はい、ここで今勝手にチェーンつけちゃってて、はい、それ小学校の頃にいただいたもので。そうなんですね。ファッションに自信を持ってない人多いと思うんですけど、なんかアドバイスだったりあったりしますかね。自分自身がおしゃれだと思ってれば、はい、もうそれは究極のおしゃれだと思うんですね、はい、無意識感ででも好きを追求しててできたアイデンティティって本当に自分のアイデンティティだと思うんですよ、はい、自分自身持つことは結構大事ですね。そうですね。イフと申します。職業はヴィンテージの時計屋さんをやっております。今日のファッション、はい、上から下までちょっと紹介してもらってもいいですか。はい、コンセプトは2年半お付き合いしてたパートナーにちょっと失恋をしまして、はい、その現れで黒くなりました。サングラスグッチで、はい、ネックレスはジャンポールゴルチ、はい、バッグもジャンポールゴルチ、
僕の一番好きなブランドにも当たるんですけど、はい、すごいレアなアイテムです。90年代のバッグなんですけど、はい、ネックレスこれももうアーカイブアイテムで、はい、もうお店にはほぼ売ってないんです。レアですね。アイヤリングは、はい、コムデギャルソンとジュンヤ渡辺の、はい、こちらです、ね、結構いいものつけてますね。そうですね、クロムハーツ、はい、まあ、右手がクロムハーツで左手がアレキサンダーマックイーンっていうリングなんですけど、はい、クロムハーツはあの家からかっぱらってきたんで無料です。そのズボンも結構あの洒落てますね。そうです、これもノーブランドですごくいいのがあったなって思うんですけど、はい、原宿の古着屋さんで購入しました。靴ももう2000円ぐらいでセカンドストリートで買った、これもノーブランドなんですけど、はい、でなんか全部高く見えますね、2000円のそのセカンドストリートで。まあそうですね、まあチープに見えないようには意識してます、うん、きっかけは、そもそもこう日本の何でしょう、集団的な考え方っていうのがすごく苦手で、はい、周りの目を気にして自分の人生なのに他人に価値を置いていろんなことを選んじゃってる部分があるので、はい、まああくまで自分の好きなものっていうのを着てはいますね。一番そのつけてるもので高級なアイテムってどれですか、はい、今日、値段で言うと高いのはイヤリングになると思います。イヤリング、これは、いただき物なんですけど、はい、まあ、それも彼女にいただいたものなんですが、はい、3万円ぐらいで買っていただいたと思います。物、はい、に罪はないっていうのと、 あとは嫌な別れ方ではなくて、あ、はい、まあ、嫌いにもなってないですし、あ、はいはい、まあ、幸せになってほしいと願っています。未練はないと思います。What did you think of their all black fits? They had all black fits, but like, they all pulled it off. Like, it was all unique, you know? I mean, all the clothes that they were wearing, but like, hey, what are you wearing right now? Am I wearing? You know, so we also have an all black fit, but it's not on the level that they're at. I mean, I gotta step up my game, damn. Hey, maybe like, we'll go ask them to like, help us with help their fashion. Help us out, yeah? Right. No, cause like, that guy, his fit, so cool. And the briefcase he had. Really cool, I know. お金です。今はフリーランスをやっていて、ポートレートモデルとクリエイターをしています、はい、今日のファッション上から下まで紹介してもらっても大丈夫ですか、はい、これはネットで買ったもの で、はいはい、でこのトレーナーと、はい、この釣りスカートはヘイヘイっていう、ヘイヘイ、はい、とこのバッグがメリージェニーっていう、可愛らしいですね、はい、クマの形をしたバッグです。買わないんですね。買わないですでこの靴は東京ボッパーっていう、はい、結構厚底が大好きで、はい、これはお気に入りの靴です、はい、ジュエリーの方もちょっといいですか。これも結構直感で選ぶので、はい、もう入ったお店でパッて買っちゃいました、はい、今日のファッション結構赤が多いですね、はい、今日のテーマは赤みたいな感じですか、ね、今日はレトロなファッションのテーマにして、はいはい、赤チェックがメインで、はい、ファッションのインスピレーションってどこからもらってるとかってありますか、ね、はい、結構昔の雑誌が好きで、はいはい、フルーツっていう雑誌とか、はい、昔のジッパーとか、はい、ケラっていう雑誌があるんですけど、はい、そこから好きなファッションとか見つけて、はいはい、自分なりに参考にしてます。そうですね、はい、ファッションに興味を持ったきっかけって何ですか、はい、キャリーパミュパミュっていう、キャリーパミュパミュさん、はい、が好きで、はい、そこからから原宿系にハマりだして、はいはい、結構派手なファッションとか髪色とかをするようになりましたね。自分の最近のファッションのトレンドって何ですか、はい、トレンドは、はい、最近赤チェックがここ何年かでめっちゃ好きになったので、はいはいはい、赤チェックの服を集めてます。すごくそうですね、はい、結構やっぱファッションに自信持ってない人とかたくさんいると思うんですけど、はい、なんかアドバイスだったり、はい、あったりしますかね。もうやっぱり周りの目を気にするのが一番 ダメというか、はい、もったいないなっていう、ね、はい、自分が好きだと思ったら挑戦してみてほしいです。名前は神すぎる猫です。職業は、フリーターです、はい、今あのファッション上から下まで紹介してください、はい、これはスイートプリキュアっていうフィギュアですか、はい、プリキュア、はい、アクセサリー作るのも好き でやってたらなんかあイヤリングにしてもいけるんじゃないってなって、あとこのネックレスですか、ね、あこれも自作ですね、はい、これもともとフィギュアなんですよ。あのリサイクルショップとかで買ったフィギュアグルーガンでくっつけてなんか死因でしたっけ、それで買ってイヤリングあのネックレスにしてみたいな感じで、ハンカチかランチョマットかのどっちかだったんですけど、はい、これをペタってくっつけて後ろがこれチェーンでここに多分缶バッジくっつけてって感じで、これは2人はプリキュアスプラッシュスターって出てくる2人なんですけど、これがハグッとプリキュアってプリキュアなんですけど、はい、ゲームセンターの景品になってて、はい、UFO キャッチャーの、はいはい、取れて取れちゃったんすね。で今でもこれ愛用してますね、ずっと。これはそうですね、はい、この時に親にアウトレットで買ってもらったんですよ、はい、あまりの変貌ぶりに親がお前どうしたのって
なんでデニムこうしちゃったのみたいな、はい、靴オフホワイトですよね。そうですね、ナイキとのコラボでワッフルレーサーだった、はい、トレンドですね、はい、どこまでいけるか本当にひどいと思う、うん、女性の大事なとこ見えてるのもペッてつけちゃうんですよ。で実家住んでてたまにそれで来て外行くんで親不孝になってもいいんで僕が来ま す, 来ます祖母と祖父の仏壇が僕の部屋にあるんですよ。祖父も祖母も多分天から見て多分あうちの孫どうしてこうなったんだろうなって思いつつ母親も父親もどうしてこうなったんだろうってそういう人に対してなんかちょっとアドバイスだったりなんか言えることってありますかね、はい、まず1個目は俺を見ろって感じですね。なんかそういうの目立ちたいから来てるのって言ったらいや目立ちたかったら俺全裸になって道路で踊ってるわみたいなです、ね、好きだから来てるだけやぞっていうのをまず大前提にして、はいはいはい、で第三者の目は気にしないってことが一番ですかね、うん、例えば自分の好きな色を取り入れるとか、うん、自分の好きなこうキャラクターとか取り入れてみるとか、うん、そういうのでもいいのかなと思います、うん。斉藤ゆき、別名サイボーグゆきです。職業はこうサイバーパンク系のクリエイター兼モデルです。ですね、これは私のブランドです。あ、そうなんですね、はい、あのサイボーグラボっていうブランドで扱っているサイボーグ手袋です。はい、これもマイハンドメイドです。あ、それもマイハンドメイドなんですね、はい、上についているものはこれもマイハンドメイドですすごいですね。じゃあ今日 の, そのファッションのポイントって、あの未来から来たサイボーグです、ね、これって結構街中でも着ることってあったりするんですか。でも上にジャケットは着ますけど、はい、あのパーティーとかはこれで行くことあります。このインスピレーションってどっからもらったんですか。仮面ライダーとか、はい、ガンダムとかが好きで、はいはい、なんか自分もそういう風になりたいなって、はい、ちっちゃい頃に思ったのがきっかけです。靴の方も、あ、これもマイハンドメイドです。これもマイハンドメイドなんですねちなみにここを押すと光ります。はい、じゃあこれ夜とか結構、あ、目立ちます。目立ちますよね。そうです。好きなブランドは、はい、バディンカっていう、あの、このスーツもそうなんですけど、はい、いいブランドが好きなんですね。あ、そうなんですね。自信持ってなかったり、その何を着ればいいか分からない人って結構たくさんいると思うんですけど、うん、そういう人たちに対してなんかアドバイスとかってあったりしますかね。はい、まず服じゃなくてこういう小さいこのマスクとか、うん、はい、あのアクセサリーとかから買っていって、はい、じゃあそれに合わせるにはどういう服がいいのかっていう、はい、その逆算で考えていくと、はい、意外と自分に似合うのが見つかったりします。見つかったり。 Thank you guys so much for watching the video till the end and like make sure to like and subscribe. I'll be making more videos like this. So, see you guys in my next video.